在イラク日本国大使館の岩井文雄大使は、ワールドカップアジア最終予選で、日本とイラクが対戦するのを前に、イラクのユニフォームを着用し、アラビア語のイラク方言で、共に試合を楽しみましょうという内容のメッセージ映像を、在イラク日本国大使館の公式 Facebook に投稿しました。そのことが、イラクで、大きな話題となり、現地の方々に感動を与えています。以下が、大使のメッセージの日本語訳になります。みんな、元気かい？この部分だけ砕けた表現。イラクで、日本の大使をしている岩井です。昨日今日と暑い日が続きますが、断食で体調を崩さないでくださいね。何と言っても、明日は、大事な大事なサッカーの試合がある日なんですから。だけど、私は、今、どっちのチームを応援すればいいのか、本当に迷っています。私は、イラク人を兄弟だと思っているし、イラクは第二の祖国ですからね。しかし、サッカーを愛する気持ちは、日本とイラクをつなぐものです。みんなで、両方のチームを応援して、選手たちにいいプレーをしてもらい、ワールドカップに一緒に行こうじゃありませんか。この試合にイラクが勝ったら、私は心から祝福しますので、日本が勝ったら、皆さんは、今後の試合で日本代表を応援してあげてください。とにかくも、明日の試合を共に楽しみましょう。以上になります。コメント欄には、イラクの方々から、喜びと感動の声が殺到しています。反応をまとめましたので、ご覧ください。